宮本秀樹は KBS 京都のアナウンサー。立命館高等学校、立命館大学産業社会学部卒業後、テレビ宮崎を経て1988年に近畿放送へ入社。競馬中継やバスケットボール、高校社会人ラグビーなどのスポーツ実況を中心に活躍。2006年7月1日に報道局報道部長への人事異動により、デスク業務や、 合同記者に移った。その後、総務部長、滋賀市社長を歴任。2021年3月2日の京都新聞ニュースを皮切りにアナウンス職復帰。全国高校ラグビーでは、京都、滋賀代表校の試合を中心に3回戦まで担当し、自身の担当子が準決勝以降に進出した場合はリポーターを務めた。その際、KBS 京都の競馬中継に、 全面協力している、競馬ブックに別れのコメントを寄稿して引退。2019年5月8日時点。2012年7月2日がアナウンサーとしては最後の出演となり、他には緊急警報放送の試験信号の発射のアナウンス、板山湯などのラジオ CM を担当。2012年5月15日には13時50分から京都新聞ニュースを読んだ。 2019年10月22日には、安土山新町工本美容より生中継、立命館主産10周年記念式典、祝賀会が盛大に開催されました。立命館、森山さなえ会、2021年3月3日閲覧。オール立命館交友大会2013院京都、立命館大学交友会事務局、2021年3月3日閲覧。宮本秀樹、 2007年2月時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年3月3日閲覧、南端教育局社会教育通信2号。南端教育教区。2021年3月3日閲覧、パワーファイル1143 vol.517。KBS 京都ラジオ編成。2021年3月3日閲覧、第1回京都動物愛護検証困会会議録。 2021年3月3日閲覧、ありがとうございます。